大のアバンストラッシュは通用しなかった。最強の鎧を身にまとい魔剣を操り戦うヒュンケル、彼の心は強い憎しみに満ちていた。やがて語られるアバンとヒュンケルの過去、ダイはヒュンケルに打ち勝つことができるのだろうか。次回ドラゴンクエスト大の大冒険魔剣戦士ヒュンケル、大冒険は続く。